正直五十円分、くすのきしげのり、作、長野秀子絵。正直五十円分。おばちゃん、ジュース 飲んだ瞬間に体が凍るくらい冷えてるジュース。あら、お兄ちゃんもアトシ君も練習頑張ったんやね。おばちゃんが僕と弟の汗だくのユニフォームに目を丸くした。はい、おばちゃん。僕は500円玉を渡した。はい、ありがとう。お釣り300円。 お釣りは厚氏が受け取って財布に入れた。帰り道、僕は厚氏から財布を受け取って中身を確かめた。これは二人の大切なお小遣いやからな。あ、大変や。兄ちゃんどうしたん？お釣りが足らん。 300円のはずやのに、250円しかない。え、どうしてきっとおばちゃんが100円玉1個と、1個50円玉と間違えたんや。兄ちゃんどうするよし、おばちゃんに言いに行くで。僕とあつしはおばちゃんの店に走った。なあ、どうしたまた汗だくになって。 あのな、おばちゃん。さっきもらったお釣りが50円少なかったんや。へえ、それは悪いことしたね。ごめんね。はい、50円。おばちゃんはエプロンのポケットから50円玉を出すと、頭を下げながら渡してくれた。兄ちゃんよかったな。うん、50円損するところやったな。 次の日、野球の練習が休みやから、僕とあつしはたこ焼き屋へ行った。店の前には大勢のお客さんが並んでる。列に並んで、やっと僕らの順番が来た。おっちゃん、たこ焼き一つ。毎度おきに、はい、350万円いただきます。ぎゅえ、350円やろ いつものことなのに、あつしが大げさな声を上げた。はい、おっちゃん。500万両。僕はおっちゃんに500円玉を渡した。ありがとう。お釣りは150億円。おっちゃんがお釣りを渡してくれた。あ。僕はお釣りが150円ではなく、100円玉が になのに気がついた。けれどつぎのひとにおしのけられたぼくはおつりをそのままさいふのなかにいれてしまったこうえんでたこやきをたべようとしたときあつしがいった兄ちゃん、お釣り確かめたかかめももちろんたしかめたとおもうけど。 ちょっと見せて。あつしが財布のお金を一つ一つ数えた。兄ちゃん大変や。たこ焼きのお釣りは150円のはずやのに200円入ってる。今日はお釣りが50円多い。え、そうか。お、おっちゃんが間違えたんやな。兄ちゃんどうするそうやなあ。 食べながら考えよう。僕らは黙ってたこ焼きを食べ始めた。食べながら僕は考えた。お釣りが五十円多かったって正直に言おうか。いや、このまま黙っておこうか。おっちゃんのたこ焼き屋は儲かってるみたいやから。その時僕は昨日のジュースのことを思い出した。 お釣りが少なかった時だけ言うて、お釣りが多い時には黙ってるのはおかしい。どうしようどうしようどうしよう兄ちゃんどうするんやよしあつし、五十円を返しに行くで。うんさすが兄ちゃんや僕らはふうふう吹きながらたこ焼きを食べると、 おっちゃんの店に走った。よっしゃい。お、たこ焼きもう一つか。おっちゃん、さっきのお釣り間違えてたで。そうか、ごめんな。いくら取らんかったんや。違うんや。五十円多かったから返しに来たんや。おっちゃんはたこ焼きにソースを塗っていた手を止めて目を丸くした。 お釣りが少なかったと言われることはあっても多かったと返しに来たのは君ら兄弟が初めてや。ではありがたく受け取らせてもらいます。おっちゃんは真面目な顔で鉢巻きを取ると頭を下げて両手で五十円玉を受け取ってくれた。並んでいたお客さんたちから大きな拍手が起こった。 お客さん方、恐れ入りますが、ちょっと待っていてください。おっちゃんが大きな声で言った。おっちゃんは出来たてのたこ焼きを3個ずつ割り箸に刺してソースを塗ると僕とあつしに渡してくれた。はい、これは二人の正直50円分に対するおっちゃんの涙が出るくらい嬉しい気持ちや。お客さんたちから また大きな拍手が起こった。兄ちゃん、正直に50円返してよかったな。もちろんや。兄ちゃん、この正直50円分、美味しいな。うん、最高やな。 おしまい。